グラムドリンググラムドリングは JRR トールキンの架空世界である中津国に登場する架空の剣。グラムドリングは第一期にゴンドリンのオートワゴンのために鍛えられた。数千年の間失われていたが、ホビットの冒険においてガンダルフがトロルのホラー穴で発見し、所有した。ガンダルフは指輪物語においてもグラムドリングを使い続けていた。グラムドリングは シンダール語で敵砕きという意味であり、ホビットの冒険ではゴブリンに殴り丸と呼ばれていた。グラムドリングは、ホビットの冒険において、美しい鞘と宝石細工の施された柄を持っていると描写されており、エルロンドは、グラムドリングを敵砕きという名で、ゴンドリンの王がかつて指していたものと説明している。オアラザリ氏物語では、トゥオルを呼び、彼が、 ゴンドリンを訪れたことの注釈の一つでトゥアゴンの剣は、象牙の鞘に入った白と黄金の剣であると描写されている。ここでは、グラムドリングという名は言及されていないが、おそらくは同じ剣の説明であると考えられる。グラムドリングは、第三期の終わりにガンダルフがアマンの国へ持ち去った可能性が高い。グラムドリングには、ルーン文字が刻まれていた。 ニューライニシネマによって公開された、ピーター・ジャクソン監督の映画では、ターゴン・アラン・ゴンドリン、トーサガー、エーマサ・グラマドリング、デジル・グラマドリング・グ・デロ、ダム・アン・グラマホス、と刻まれていた。これは、ゴンドリンの王、トゥアゴンが古い、吐き、ーチちたる剣・グラムドリング、モルゴスの領土の敵、多くを撃つ者という意味の死んだアルゴである。しかし、この名は、 トールキンの著作では言及されていない。トールキンは、ホビットの冒険において、剣の名前が、ルーン文字で刻まれていると述べているだけで、他には明確な記述は存在しない。とはいえ映画のために創作された、この名は最もらしいものではある。エルロンドは名を見ただけでこの剣がトゥアゴンのもので、あったと見分けることができたとされているからである。 問題はこの名は、キアスを使った死んだアルゴで刻まれていたが、トールキンは、晩年のエッセイで、トゥアゴンはゴンドリンにおける一族の言葉として、空縁矢を、再び確立させたと明確に述べていることである。興味深いことに、ホビットの冒険においてガンダルフは、ルーン文字を読めなかったが、エルロンドはできたと述べられている。 つまり刻まれていた文字は普通のキアスではなくガンダルフの知らない特殊なモードで書かれていたかもしれないことを示している。エルフ語はトゥアゴンの時代から確実に変化していたであろうから第一期から生きているエルロンドはこの名を読むことができたが第三期の中頃まではアーマンにいたガンダルフは使われている文字に精通していなかったのであろう。もっともトールキンが最初は ホビットの冒険をシルマリルの物語の伝説と結びつけることを考えていなかったために起きた矛盾である可能性もあるしその可能性は高い上のエルフが作った他の剣と同じくグラムドリングは多くが近づくと青くあるいは白い炎のように燃え光った同じくゴンドリンで作られたフロドの剣である貫き丸とドーリンの剣であるオルクリストも同様であった しかし映画では予算がないためにグラムドリングは光らなかった。ありがとうございます。